新京極にあった東勝映画社の専門映画館、東勝クラブ。その後、京極やヨイザを経て、新京極シネラリーベとなるも2013年に閉館した。東勝映画社は、かつて京都に存在した映画会社である。1976から1991年に、小畜系で約500本のピンク映画を制作配給した東勝とは無関係である。 かつて、牧野正像が1921年に、京都、東寺院境内に建設した東寺院撮影所を、その後経営していた、東和キネマが、業績不振に陥った1931年9月、同社の代行をする会社として設立されたのが、東活映画社である。東寺院撮影所は、東活映画東寺院撮影所となり、 東亜時代の撮影所長の高村正嗣は辞任、安倍達五郎が所長に就任した。安倍は、東亜京都の最後の作品、殺難代表情を言う言ん編のプロデューサーであり、同作は、翌10月15日に公開されたが、同じ作組で制作したその続編、殺難代表情版号編を、同月31日に、東勝映画設立第一作として公開した。 同作は、後藤大山、橋本松を、堀江大生、茂正淳が監督として、名を連ねる大作で、ラ・カド・コウザブロー原小馬子、小川幸子が出演した。翌1932年10月、早くも東勝は解散、当人撮影所は閉鎖された。翌11月高村が復活し、東亜キネマを買収、宝塚キネマを設立した。 高村の新会社が稼働させた撮影所はオムロ撮影所であり、当人は永遠に閉鎖。翌1933年5月当時院、撮影所は競売に付された。東勝製作の最終作品、金田茂、大友林造監督、月形龍之介主演の決戦工事山は、高村の宝塚記念の配給で1932年12月31日に、 公開された。ありがとうございます。